日本人が戦争に負けました。その時にマッカーサーは天皇を殺そうってしようって思ってたね。でもそれをやると日本人の、この精神世界っていうか、この心の状態はもうアメリカをずっと敵国と思ってやっつけに来るだろうと。で、日本人はでも怖いと。あの武道とかを見ても、あの武術とかを見ても、なんであんな小柄なに、その身長が150センチぐらいの小さい体重も45キロぐらいの人が相撲取りとかアメリカ人の大きい体のと投げることができる。日本人はちょっと怖いぞと。で、飛行機にもぶつかった、飛行機で、あの戦火にぶつかってくるし、日本人のその心の状態っていうのはすごい西洋、まあ、アメリカから見たら恐怖じゃと。だからあの戦後あの武術廃止令みたいなのが出されて、日本人のそのそういうこう心から来る強さみたいなのをなくしていこうと。そのために考えたのが、50年から100年かけて真綿で首を絞めるようにじわっと日本を弱らせていこうっていう戦略が取られたんだ。それが今なんだって。だから今心とかっていうと、僕らがまあこういう話をするとどう言われるかって言ったら、スピリチュアルですかって言われるよね。